曲がりって何ですか。だからもう奇形だよね。ああなるほど、うん、池でなんかその原因がわからないんだよこういうの、はい、うん、だから池の形状でこうなるのか餌がなのかとか、まあ、台湾は大きい池だからまあそんなこういうのがなかなかいないけど日本だともうかなり多い。で、まあ、これはもう味は一緒なんだけど二級品になっちゃう。あ、そうなんですね、うん、たまにその選別選定をミスってこういうのが紛れ込んでくるけど、うん、まあ味は一緒だけどこういうふうに奇形のうなぎが結構あるっていう、まあ、日本だとひどいとこだとやっぱり池の 30% はこうなっちゃうと。あ、そんなに、まあ、値段的にはどうだろう、今でいったら4割減ぐらいの価格になってしまうっていう。なるほど、うん、だいたい台湾じゃ少ない、結構台湾は少ない、日本だと結構多いけど、でもたまにはこういうふうな、まあ、あと昆布曲がりだとか昆布がついてあったりとか、なるほどなるほど、ヒデヤさんかこれで数珠みたいになってるやつ、数珠みたいになってるやつもおるし、まあ、そういうやつは台湾で見たことないんだけど、まあ、こういうふうな奇形のうなぎも、まあ、秘密にはあるよ。なるほど、うなぎのね、ありがとうございます、うん。